オットー・マイヤーは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中、武装親衛隊の隊員として戦い、白洋付騎士鉄十字章の受章者となった。最終階級は、親衛隊中佐。1912年、モルデニットに手釜を受ける。1934年、親衛隊に入隊。1936年には将校を志願して、SS 士官学校に入校。 卒業後は SS 少尉として SS 特務隊のドイッチュラント連隊に配属された。その後、中隊長としてポーランド、フランス、ギリシャ、バルカン半島、そしてロシアへの進攻作戦に参加した。1941年11月9日、SS 少佐に昇進。1942年1月、ドイツ十字賞金賞を受賞。 1943年初頭、フランスに展開していた第 9SS 装甲師団に移り、これに合わせて、新鋭隊中佐に昇進している。1944年1月、第 9SS 装甲連隊長に任命され、これを率いて参加した、タルノーポール攻撃における選考により、騎士鉄十字章を受章した。1944年6月、第9師団は、 ノルマンディに展開する。この折に彼が率いた第9連隊は300両以上の連合国軍戦車を破壊した。1944年8月28日、ファレーズにおける法位戦から脱出した直後、セーヌ川を渡っている最中に戦死した。9月、彼の騎士十字章に対する柏葉明が追贈された。ありがとうございます。